はい、こんにちは、藤田です。今日もメルマガビデオ見ていただいてありがとうございます。6日目のビデオですね。今日は股関節、基本コンセプトは股関節、この大腰筋っていう中身の筋肉をほぐしていきたいと思います。ここの中身の筋肉がほぐれてこないとダメ。中身の筋肉をほぐしていくとかなり劇的に変わってきます。ぜひ期待して行ってください。まず寝転がります。ドン。はい、今日は足を伸ばして寝転がります。じゃあ右の大腰筋から使ってみたいと思います。これをやると股関節がすごく柔らかくなりますね。足の不調にすごくよく効きます。足をくの字にします。こんなんなんなくて大丈夫、これぐらいでいいですね。で、はい、右のつま先に注目してください。つま先をニュニュッと反らせます。その後につま先を内側にねじります。その後に膝の向きを少しこっち側内向きにねじります。その後に股関節をこっち側にねじります。こんな感じで体が少し弓なりになるような感じにします。で、力抜きます。ジュ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 ワー、気持ちいい脱力感。注意していただきたいポイントは、出来上がりのポーズがまあこういう風になるんですけど、いきなりよいしょっと腰をよいしょ持ち上げることによって出来上がりのポーズを使っちゃうと、この大腰筋の作用が少し弱いので、1、かかとを向こう側に伸ばす、つま先をちょっと反る、つま先を曲げる、2、つま先を曲げる、3、膝もちょっと内側に、4、腰をねじるっていう感じで順序を追ってやっていただくとうまいことできると思います。力はそんなにいりません。例によって首の角度もこっちがいいかな、腹こっちがいいかな、いろいろ試してみてください。こう首の角度を変えることによってその人のこう肩の凝りによっていい場所が違うと思います。今日は僕はこの辺が好きですね。気持ちいい。3秒から30秒ぐらいお好みに合わせてこの気持ちよさを味わってください。たら力抜きます。ダーン、ジョ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 、力が抜けてくる、気持ちいい。好きなだけ脱力感の気持ちよさを味わってください。こんな感じです。はい、そんなわけで6日目の弓なり足ひねり、いかがだったでしょうか。これをやっていただくとかなり足の不調、背中の不調解消されますので、ぜひ期待して早速行ってください。明日は7日目最後になりますね。ここまでで、体の症状の変化など、あとやり方でわからないことありましたら、メールなどでお寄せください。明日もお楽しみに。